話す。ショーです。おはようございます、マイナスショーです。今回は宝島浜松というところに来ました。ドンキホーテです。過去にね、ドンキホーテの中にあるゲーセン、この動画ですね。なんかちょくちょくね、ドンキホーテに太鼓の達人があるんですよ。で、ここにもあるらしくてね、来てみました。果たしてどこにあるのか。店内はこんな感じ。お、ここじゃね。早速発見。100円2曲。何これ、なんかいろいろ書いてありますけど、データの破損とかがあんのかな。破損とかがあったらデータの保証等は当店では行っておりません。なるほど。後ろに並び直す、マナーを守る。麺は旧筐体ですね。じゃあ恒例のメンテ確認だけしますかね。めっちゃ硬い。いいかも。メンテ悪い。やばい、連打落ちで反応しない。右面と左縁がある。じゃあ次 2P。 あ、こっちの方がメンテいい。やばノール10。ダメだ、ここそんな定期的にメンテもしてないんじゃないかな。あとよく言われるんですけど、マイナスショーさんよくデコピンで反応しますねっていうコメントがよく来て、多分ね、俺のデコピンがね強いだけだと思う。じゃあ高校の時に友達と罰ゲームでなんかデコピンやるみたいになって、僕がこのダブルデコピンを友達したら水ぶくれができるっていう。だから多分俺のデコピンが強いだけだと思う。こんな感じで多分ね、どこでも反応すると思う。でもこの撮影だけで結構変わってるかも。いや、一匹でやったんですけど、マイバチで反応悪すぎてハウスバチでやったよね。あんまね、ドンダの方もね来なそうなんで、そんなメンテしないのかな。一般の人ってあんまメンテのことについて言わないんで、それが原因かもしれない。なんか店内はこんな感じで3つに分かれてるかな。ここ1つ で2つ目がさっきの太鼓のとこで、ここかで、もう一つがゲーム宝島、しっかり書いてありますね。これなんか変わってる。激甘台でこのよくコンビニとかで売ってるチョコ、これ100円取れんのかな。激甘台だからな。ちょっと行きましょうか。本当に激甘台なのか。はい、なんか一回では取らせねえよって感じだった。で、他の陽キャッチャーを見たんですけど、まあ普通だったんで、珍しいって言ったらあれぐらいかな。ではね、ちょっとしかいませんでしたが、まあ一応来たということで、ここに来たことある方などぜひねコメントよろしくお願いします。では。
で、ここのドンキすげえ、見てください。前あの太鼓の企画でね、カー出したらサソリ食うってやつやったんですけど、実物が置いてある。すごっ。まあどんな感じかちょっと見ないとね。いやいや、見たらでも顔気失せるよな。しかもなんかスーパーバームチョコレートって、なんかチョコレートが新たに追加されてる。こんなの売らないでよ。やば、虫が展示してあんのは珍しいですね。